お待たせいたしました。月1回限定販売の幻のプレミアムチョコケーキ、今月は先着3名様限定になります。ああ、なんだよ、ったく、せっかく深夜から並んでたっていうのによ。先月は先着5名、今月は3名、どんだけ早く並べばゲットできるってんだよ。なんでもあのチョコケーキを食べることができると、あまりの幸福感でもう一度食べられずにはいられなくなるらしいぜ。くぅ、ますます食べたい。来月は有給取って3日前から張り込むってのはどうだ。賛成。ふふふ、予想通りだね。早めに並んでおいて正解だったよ。早めといっても2日前から張り込んでようやくだ。どれほどの味か楽しみで仕方がないね。へへ、ここのチョコケーキはマジでうまいって有名なんだぜ。おら、どけ、邪魔だこら。痛い目に遭いたくなけりゃとっとと消えろ。ええ、こんばん、ボクシング、ミステリー案内人でアッパー。もう腕がパンパンだぜ。こら、ゾウ、太った分ちゃんと運動してダイエットしなきゃ。真っ白に燃え尽きるまで弱音は吐かせないわよ。うわっ。う、私も食べ過ぎた分痩せなきゃです。さて、今日はカカオがボクシングジムへ行きエクササイズをするお話ですよ。あいつも意外とお腹ポニョってるって噂だし、ダイエットを始めたのかもな。ゾーンさん、私たちはカカオのこと笑えませんよ。さあ、ラストスパート。おあらあら、それではどうぞ。こいつが幻の。おい、せっかくだし3個全部平らげちまおうぜ。もちろんだ、試合明けで体が糖分を欲してるからな。って、待てよ、 1、2、おい、2個しかないぞ。なんだって？残りの1個はどこにあんだよ。って、ああ、ありがとうございました。こちらこそありがとう。君たちのレシピはいつも参考にさせてもらってるよ。それじゃあね。待ちやがれ。何勝手に取ってんだよ、この野郎。僕が先に並んでたんだ。取ったもクソもないだろ。なんだと？てめえ、この野郎。ちょ、おっと。悪いが君たちに構ってる暇はない。それじゃあね。おい、待てや、こら。あの野郎、次見つけたら絶対許さねえ。この輝き、なんて美しいんだ。今から食べてしまうのがもったいないくらいだよ。君の味を知ってしまったら、僕はもう他のチョコレートでは満足できない体になってしまうかもしれない。君は僕を夢中にした責任を取ってくれるのかい？はぁ、お兄ちゃんってば、またチョコと気持ち悪い会話して。それに、そのお腹、少しはどうにかしたわ。はぁ？お腹だって？ほら、少し出てきてるじゃん。毎日チョコレートばっかり食べてるからだよ。ポニョポニョじゃない。リメリアが知ったらがっかりするにゃ。やめろよ、ガーナ。くすぐったいじゃないか。だって、触り心地がなかなかいいんだもの。はぁ、参ったね。くすぐりごときで笑うなんて、僕もまだまだ修行が足りない証拠だ。なら、これなんてどう？ボクシングジム？そう、このジムで新しくダイエットコースもできたんだって。無料みたいだし、行ってみるといいにゃ。腹筋が割れたら、少しはくすぐったいのも強くなったりするかもよ。やれやれ。まあ、このお腹は僕のチャームポイントみたいなものだったんだけどね。みんなも、可愛いって褒めてくれていたもんね。一体何の話をしてるにゃ？まあいい。シックスパックで新生カカオの誕生と行こうじゃないか。それに今回は、トレーニング後に最高のご褒美もあることだしね。今日は体験に来てくださり、ありがとうございます。
無理のない範囲でリラックスして体を動かしてくださいね。意外とちゃんとした設備が整ってるじゃないか。昼は一般の方向けですが、夕方以降はプロやプロ志望の方が練習してるんです。さあ、それじゃあ始めますよ。それワンツー、ワンツー。はあ、やれやれ、なんで僕がこんなことを。ワンツー。ええ、ちょっと早く着きすぎたな。腹いっぱい食った分ちょうどいいぜ。それにしてもあの色白坊ちゃんめ、俺たちを小馬鹿にしやがって。次会った時は覚えてやがれ。て、いた。それワンツーワンツー、いい調子ですよ。慣れてくると楽しいじゃないか。おい、何やってんだあいつ。そういえば昼はデブのためのエクササイズをやってるって聞いたような。へえ、そいつは面白そうじゃねえか。はい、それじゃあ少し休憩でーす。ブフーブフー。ふぅ、チョコドリンクが飲みたいね。ん？おらおら、邪魔だ、どけよデブども。いや、何するんですか。何じゃねえよ、俺たちはプロボクサーを目指して練習やってんだぜ。こんなデブどものエクササイズなんてな、そこらの公園でやれよ、邪魔くせえ。なんだと？デブをバカに。はぁ、じゃあなんだ、お前がスパーリングの相手にでもなってくれんのかよ。それは。おい待てよセスキー、スパーリング相手にちょうど良さそうな奴がいるぜ。なあ、そうだろ、色白の坊ちゃんよ。色白の坊ちゃん？ああ、ほんとだ、あの時の借り忘れてねえよな。え、ちょっとあなた、こいつらと知り合いなの？いや、こんなバカ面は初めて見たよ。なんだと？てめえよこせ。お、それは僕のスポドリ。運動したら水分補給しなきゃな。お前には特別に頭から飲ませてやるよ。ちょっとあなたたち何してるの？こんなことして会長に言いつけるからね。カカオさん、これに着替えてください。ああ、どうもすまないね。おいおい、さすがはダイエットコースだな、色白坊ちゃんよ。随分と可愛らしい腹してるじゃねえか。食い地張ってるからそんな赤ん坊みたいな腹になんだよ、バーカ。何なんだ一体、こんな失礼なところ二度と来るか。私だって本当に申し訳ありません、申し訳ありませんでした。ほら、てめえも分かったらとっとと消えろ、目障りなんだよデブが。確か君たちはスパーリングの相手を探してるんだったね。あ？ああ、だったら何だってんだよ。僕が練習相手になってあげるよ。ただし先に言っておくが、僕は結構強いよ。え？おいおい、自分から申し出てくるなんていい度胸じゃねえか。いいぜ。ちゅ、なんだよセスキ、時間を見ろよ、そろそろ会長が来るぜ。ぎ、くそ、さすがに会長に見つかるとやべえな。ということでだ、仕方ねえ、あのケーキのことはさっきのスポドリでチャラにしてやれ。分かったら取ったと。君たちはまだ状況が理解できてないようだね。なんだと？君たちに拒否権はもうない。会長を怖がっているところ悪いが、さっさとやろう。調子に乗りやがって。いいぜ、ぶちのめしてやるからリングに上がれ。ちょっと、そんなこと私が許すわけないで。て、いいんだ、君はそこでおとなしく見てるんだね。おとなしくって何よ、人がせっかく止めに入ったのに、怪我しても知らないんだから。ルールは2分1ラウンド制、覚悟はいいな。ああ、さっさと鳴らせよ。わかってると思うが、
2分間はこのリングから降りることは許さねえ。徹底的に遊んでやるから覚悟しろ。素人があいつのジャブをかわせるわけが。俺何かしたのかい？なんだと？しっかり狙えよセスキ、油断しすぎだぞ。畜生、もう一発だ。ほら、うわ、おいおい何してんだよ。まったくダサすぎだろ。畜生、今のは絶対捉えたはずだったぞ。なのになんで当たってねえんだよ。もうギブアップかい？プロ志望が効いて呆れるね。ああ、今のはただのスリップだ。今から本気で行くぞこの野郎。ふんふん、よけんじゃねえよ、卑怯だぞ。相手よりも先に拳を当てて倒すのがボクシング。攻撃を避けるのは卑怯でもなんでもないさ、当然のことだろう。残り5秒だぞセスキ。畜生、畜生。とはいえ素人相手に2分間空振りし続けるだけなんてとても哀れだね。どうなってんだよ一体。これくらいで息を切らせてるのかい？プロを目指しているなんて聞いて呆れるよ。なんだと。変われ、次はスピードスターの俺の番だ。いや、やめておこう。ああ、なんだよ、俺にビビったのかよ坊ちゃん。いや違うさ、次は君たち同時だ。いっぺんに相手してあげるよ。なんだと？どこまでも舐めやがって。上等だ、やるぞセスキ。おお、次は絶対ボコボコにしてやるからな。いい気合だ。さあ始めようか。なんなの、一体何なのよあの人。シュッシュッシュッ、ふんふん。ほら、力が入りすぎだ。もう少しリラックスした方がいい。うわっ、この野郎ぶっ潰してやる。やれやれ、ガードはどうしたんだい？誰も殴らないとは言ってないよ。何？ほら、うわっ、ああ。まったく、センスはいいものを持っているが、練習不足が露骨に現れている。中途半端なままじゃ、プロになれないよ。何なんだよあんた。一体何者なんだ？僕が誰かなんてどうでもいい。それより、君のやる気スイッチも押してあげよう。やる気スイッチ？それってもしかして。ああ。ほら。うわ、ちょうどいいエクササイズだったよ。それじゃあね。待てやこら。ええ、逃げんじゃねえよこの野郎。まだまだやってやる、一発ぐらいぶん殴らせろや。いいじゃないか、僕も興奮してきたよ。入院送りにするくらいなら別にいいよね。殺すわけじゃないんだから、少しばかり本気でやらせてもらうよ。ちょっと待った、ばやれやれ、命拾いしたようだね。おいおい、何してんだお前ら。会長、違うんす、これはあの、そのって、ずいぶん久しぶりじゃないかカカオ。見ない間に大きくなったな。はぁ、いつまでも子供扱いするんじゃない。え、会長、ひょっとしてそいつと知り合いなんすか？ん？ああ、こいつの親父さんと知り合いでな。俺がまだ現役の頃、まだガキだったこいつの特訓に付き合わされて、よくボコボコにされてたんだ。現役って、会長は現役時代、世界チャンピオンだったじゃないすか。そうっすよ。それをガキにボコボコにされてたって、悪い冗談はやめてください。信じられないのも無理はないが、こいつは少し、
いや、だいぶ特別なんだ。拳を交えたお前らも本当は理解してるんだろう。それは。それにしたって、一体なんでこいつらとスパーリングなんてしてたんだ、カカオよ。それが実はですね、ゴニョ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 。なんだって、おいおい、お前ら。うげえ、いてえ。人様に迷惑をかけるなと、あれほど言ってるだろうが。それに、こいつを怒らせた以上、俺だって守ってやれないぞ。ひえ、そんな。今さら始末なんてしないさ。まあ、礼儀はなってないが、同じチョコ好きに免じて許してあげるよ。それって、さっき俺たちのこと知らねえって言ってたけど、やっぱ覚えてたんじゃねえか。それより、君たちはもう少し身の振り方を考えた方がいい。自分たちがいかに弱い存在なのか理解しなければ、人としてもボクサーとしても成長はないよ。この野郎！おい、そろそろ生意気な口を聞くのはやめておけ。命は惜しいだろう。くぅ、わかった。じゃなくて、わかりましたよ。俺も、肝に銘じます。皆さんも、すいませんでした。反省します。ふん、どうやらいい失敗の機会を得られたようだな。こいつらは若い分無鉄砲なバカでな。助かったよ、カカオ。恥をかくことは成長の起爆剤としてはもってこいだからね。さて、ちょうどいいエクササイズもできたし、僕はこれで失礼するよ。暇な時はいつでも来いよ、カカオ。気が向いたらね。あ、ちょっと。ねえ、会長、あの人って、結婚してたりとかは。はあ？やめとけやめとけ。お前みたいな普通の女の子には手に負えないよ。そんな、ますます気になるじゃないですか。確かに引き締まった僕もまた美しい。トゲのあるバラのようだね。あ、お兄ちゃんってば、ちゃんと痩せたんだね。そっちの方が殺し屋っぽくてかっこいいよ。そうかい。うん、かわいい系からかっこいい系に転身か。悪くない。うわ、今日はいつにも増してナルシスト全開だ。にしても、あのダイエットコースで痩せたんでしょ？たった1回でものすごい効果だね。え？ああ、最高だったよ。ガーナ、お前も一度行ってみるといい。実は私も、お菓子の食べ過ぎで少し気になってたから、行ってみるよ。ありがとう、お兄ちゃん。それじゃあねー。よし、今日は運動もしたし、自分にご褒美をあげないとね。さあ、待たせたね。君と僕の二人で、最高のひとときを過ごそうじゃないか。ほん、これは、すでにチョコという領域を超えてるじゃないか。香り、風味、甘み、舌触り、このすべてを表現できる語彙力を持ち合わせていないことが悔やまれるよ。ああ、僕史上最高のチョコレートと出会ってしまった。カカオが食べてた幻のチョコケーキ、俺も食ってみてえなあ。あんたはまず、カカオくらいダイエットを成功させてからにしなさいよ。いいえ。それにしても、カカオに喧嘩を売って生き残るなんて、運のいい奴らね。結構珍しいんじゃないの？ほんとですね。でも、彼のお話を見てたら、なんだかお腹が空いてきちゃいました。あ、ラスさー。相談なんだけどよ、今日はジムで運動したし、昼飯はラーメンにしようぜ。賛成。餃子もつけちゃおっと。ちょっと二人とも。今日の動画が面白かった人は、ぜひグッドやチャンネル登録をして黒猫ファミリーの一員になってくださいね。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイチーン。待って、私も食べたいです。
それ、ワンツー、ワンツー、ワンツー。はぁ、確かに運動になるけど、こんな運動でそんな急激に痩せられるのかな。あれは、おぉ、おい、ガーナお嬢ちゃんじゃないか。あ、その呼び方は、やっぱり、ボクシングジジイだにゃー。